こんにちはアマゾン室サポーター、堀秀夫です。オーストラリアアマゾン室チャットワークサポートの内容。初心者が輸出で成功するためのサポートです。私は初心者でも正しい方法でオーストラリアアマゾン副業に取り組めるサポートを提供しています。で実際にやること何かという質問をいただきました。どうするんだなやることなんだという質問をいただきました。 まあ、こちらにその解説動画作ってありますけど、まあ、具体的にやること。買い物をしてバーコードシールを貼って郵便局から送るだけです。まあ、前、前準備とかね、送った後何か質問があった時の対応とかで、え、まあ、私のサポートが必要なことはありますけど、まあ、それ以外はね、もう日常的普通にやることはもう、買い物して商品を送るだけと。 仕入れとも言えないですよね。日本の場合、物価安いんで、まあ、その辺で売ってるものとか、ネットショップで買ったもの、Amazon から買ったものを買って送るだけ。なんか、こう書くとすごい簡単な気がするんですけど、実際やってみると簡単です。まあ、ちょっとしたね、えー、下準備が初めてのことだし、英語なんで、えー、面倒というかね、尻込みしちゃうのと。まあ、ただ、その部分は私がサポートするんで、言った通りやってもらえれば、何の問題もないですし、 あと、日本の常識は世界の非常識なんでね。え、a z o n からの質問とか、購入者の質問に常識で答えてると、えー、なんだこいつおかしいということでね、え、退場させられちゃうという心配ありますけど、まあそれも、え、私の言う通りやってもらえば何ら問題ないと。だから、日本人でね、日本語ができて日本に住んでると。まあ、輸出しなければ何の、 え、金にもなんない、その当たり前のことが Amazon に出動することによって稼ぎのネタになるということです。まあ、教えるのは Amazon の一番の強みである Amazon FBA を使って稼ぐ方法です。この FBA というのがね、えー、Amazon がめんどくさい、もう通販でやるのにめんどくさいことを全部やってくれる仕組みなんで、そのおかげで買い物して送るだけというね、シンプルさで稼げます。まあ、他わからない部分。 ね、初めてでどうしたらいいのかわからない部分はわかりやすくするサポートをつけてます。そしてサポートをするのは私です。サポートスキルの低いバイトや外注は使っていません。サポートスキルが低いとイレギュラーなケースに対応できません。あなたに合ったやり方を教えます。私が実践して稼いだ方法を教えるので同じことをすれば稼げます。一見正論に見えるこの教え方では成果は出ません。 私はあなたができる方法の中から成果が出る方法を見つけてサポートしています。ツールは使いません。ツールを使って無在庫、ノーリスクで稼げます。こんなインチキな方法は教えません。誰でも使えるツールを使って見つけた商品を使っ、見つけた商品をツールを使って大量出品。こんな方法で稼ぐことは不可能です。害虫は使いません。 外虫を使って商品探し、外虫を使って出品。あなたは何もせずに稼げます。こんなインチキな方法も教えません。外虫を使ってうまく稼ぐには、人を雇う、人を使うスキルが必要です。そして人を使うスキルほど身につけにくいスキルもありません。じゃあどうやってね、サポートしてるか。その Amazon 輸出ビジネスのサポート方法。まず Amazon のシステムは速いペースで進化します。 マニュアルと違う画面が出てきたときはお気軽にご質問ください。でこのマニュアル、これはクセモンなんですけど、普通はモ者なんですけど、私は使いやすくしてます。そのマニュアルに関するサポート内容を分かりやすく説明するのにぴったりな質問をいただきました。質問。自分がマニュアルを読むのが遅くて、とても質問する段階までに1ヶ月サポートが過ぎてしまう心配があったので、マニュアルを読んだ後に、 一ヶ月サポートを申し込みすることはできないものか質問しましたと。また、マニュアル、モニターを申し込んだ後途中で完全サポート版に変更することは可能でしょうかと。まあ、その回答なんですけど、マニュアルを一通り読んでから実践してわからないところだけ質問する。よくありがちなこの方法だと途中で嫌になって脱落する可能性が高いです。そうならないようにマニュアルは週3回のサポートメールマガで配信します。 配信された内容を実践していってください。そして不明な点はすぐに質問してください。この仕組みでサポートしているから脱落することなく Amazon 室を実践することが可能です。またモニターを申し込んだ後、途中で完全個別サポート版に変更することが可能です。予想を超える分かりやすさできちんと丁寧にサポートをするので完全サポートにアップグレードする会員さんが多いです。 まず、先ほど言ったように、週3回、月曜、水曜、金曜日にサポートメールマガを配信します。マニュアルは未経験者の初心者におすすめのペースで、サポートメールマガジンでもお届けします。届いた内容に合わせて進めてください。たくさんの項目があり、どこに手をつけていいのかわからない。そんなことがないように、また最新の情報を届けるための仕組みです。マニュアルは、ペーパル購読手続き後、すぐに全項目が閲覧可能です。 経験者は自分のペースでマニュアルの必要項目をチェックして、マイペースでオーストラリアアマゾン室に取り組んでくださいあの。全部見ようと思えば見れます。でも、全部見ようと思うとね、えー、全くの初心者混乱しますんで、えー、届いた内容だけやってってもらった方が逆にスムーズです、ね。マニュアル全部読んで、全体を把握してからやろうというのはね、まあ、ちょっと、 アマゾンを初めて使う初心者の方には荷が重いんで、えー、やりやすくするように週3回配信してきますんで、その内容に合わせてやっていていただければ、どんなに遅くとも1ヶ月後には販売準備は完了します。アマゾンではシステム変更やポリシー変更が頻繁にあります。昨日までは問題なかった商品が扱うと危険な商品に変更されることがあります。 また昨日までは問題なかったノウハウが危険なノウハウに変化することがあります。そういうのに対応するように、週3回のサポートメールマガジン、マニュアルを配信するのと、注意すべき変更事項があった場合は、それも配信しています。それから、Amazon 室のサポートサイト、会員専用の Amazon 室サポートサイト、サポート会員専用のパスワード記事が見られます。チャットワークサポート、回数無制限でついてます。 マニュアルといってもサポートがついてます。通常、〜何々塾と言われている内容より分かりやすく役に立つ内容になっています。Amazon 室チャ,ットワークチャットワークでサポートする内容。まず、銀行口座を解説します。売り上げを受け取る銀行口座を解説します。オーストラリア Amazon の売り上げを受け取るのに、オーストラリアの銀行口座が必要です。 日本にいながらも、ペオニア、またはワールドファーストというサービスを使って、オーストラリア銀行口座が開設できます。どのサービスがいいのか、登録するのに何が必要なのか、それもわからなかったら何でも聞いてください。自分で調べる必要はありません。そして銀行口座を作ったら次にアカウント登録をします。初心者向けに、丁寧に手取り足取りサポートします。わかりにくい Amazon の説明を読み違えたり、勘違いすると、 英語が分かってもなかなか登録できなかったりします。登録するのは一度だけなので時間をかけて自分で調べて登録しても意味はありません。簡単なことでも私に聞いてサクッと登録を終わらせてください。で、ここまでで下準備完了です。あとは買い物した商品を送るだけ。ただ買い物した商品、何を買い物するかで NG 商品があります。送、ね、っちゃいけない商品。まず輸送 NG 商品。 郵便局が輸送を受け付けてくれなくて輸出ができない。つまり運べない商品。オーストラリア NG 商品。輸送することは可能であるが、オーストラリアで税関を通らない。あるいはオーストラリア国内で販売できない、オーストラリア国内事情による NG 商品。アマゾン NG 商品。輸送やオーストラリア国内の販売も問題ないが、アマゾンが販売を禁止している商品。 これらの NG 商品は今まで問題なかったのがいつの間にか NG になったり逆に今まで NG だったのにいつの間にか OK になる商品もあります私の元にはこれらの情報が集まりますので変化があり次第会員の皆様にお知らせしていますそして販売を開始すると購入者からの問い合わせあるいは Amazon からの問い合わせというのがあります日本の常識は世界の非常識 アマゾンの常識は世界の非常識。アマゾンのね、偽証疑惑とか、アマゾンへの質問。アマゾンで生き残るためにはコツがありますので、アマゾンで生き残るための対応方法をサポートします。英語ができなくても大丈夫です。全部私が翻訳して適切な返事を教えます。あなたがすることはコピペだけです。購入者、あるいはアマゾンから送られてきた文章をそのままチャットワークにコピーして貼り付けてください。 私がそれを翻訳して正しいこの返事をしてくださいというのをね、貼り付けますのでそれをコピペして送るだけです。サポート専用だから役立つサポートができます。オーストラリアアマゾンの効率的な取り組み方はわかりにくいです。Google 先生もイベント実践者、アメリカアマゾン実践者のアドバイスも役に立ちません。理由はオーストラリアの習慣がわからないし、 オーストラリアアマゾンは始まったばかりでデータが少ないから、オーストラリアアマゾンに特化したサポート専門の私だけが効率的に成果を上げる方法をサポートできます。せっかく物価の安い日本に住んでいるのに、アマゾン輸出を始めないのは大損です。